どうぞ。確認できました。すごく美人さんだな。女神みたいだよ。ああこっちに来る。ああ綺麗な女性だ。すごく暑いですね。チケットはパスポートの中にあります。今日も私は人気ね。皆さんさようなら。私はそろそろ登場しないと。みんな追いかけよう。どこに行くんですか。チケットを見せてください。私の飛行機ね。さっきの人すごく綺麗だった。おお疲れたわ。やっと楽になるのね。さあ私の可愛い子ちゃんたち。嘘でしょ。旅行の始まりよ。チケットを拝見します。確認できましたが動物を連れてくるのはいけませんよ。嘘でしょ。でもいいこと考えた。帽子の中に隠せばいいのよ。じゃあね。私がしっかり様子を見ていますから心配しないでください。ちょっと確認したいことがあります。あ、動物ですね。動物を連れ込んではいけませんよ。しかしご安心ください。お客様が戻ってくるまで彼女はここで待っています。帽子を確認してもいいですか。それならマジックを見せましょう。じゃじゃん、パスポートはここにありますよ。早くその帽子を見せてください。あれ、ごめんなさい。どうぞお通りください。何にもないですね。こんにちは。かわいそうなウサギちゃん。すみません。僕ならどうすればいいか知ってますよ。ほんの少しのマジックで小さなお友達を取り戻すことができますからね。あ、いましたいました。すごい、ありがとうございます。動物はいないみたいですね。こんにちは。パスポートの確認はできましたが、そのバスケットの中を見せてください。どうしよう、猫がいるのに。その顎素敵だって言われたことありませんか。写真を撮りたいんですけど。まあいいですよ。でも待ってください。まずは櫛で溶かします。はい、大丈夫です。うまくいったわ。早く飛行機に乗らないと。すみません、急いでますので。あれ、空のバスケット。何か気配を感じるな。こんにちは。通ってください。やった、ここが私の席ね。すぐに出してあげるわよ。あー、かわいい。撫でてもいいですか。もちろん。かわいい。あー、アレルギー。アクション。こんにちは。いい旅を。パスポートを見せてください。動物はいませんか。いないなら大丈夫ですね。待ってください。バレたか。ハムスターですか。どんな動物でも飛行機に連れ込むのはいけませんよ。なんでこんなにひどいルールがあるの。カエルも持ち込むのもきっといけないのよね。この本はもう読み終わったから、ちょっと細工しても大丈夫よね。こうやって切り取って中にカエルを入れるの。いい感じ。さあ行くわよ。チケットです。行ってもいいですか。まずはスキャンをします。問題ないですね。良い旅を。こんにちは。私の席ね。荷物は上に置くわ。まもなく離陸します。うまくいったわ。私の可愛い子ちゃん、ここにいる。何、頭の上に何かいるわ。助けて。
こんにちは、チケットです。大丈夫かい？申し訳ございませんが、動物を機内に連れ込むことは禁止されています。え？今の聞いた？ダメだってさ。でも、いいこと考えた。行こう。いい感じだね。チケットを拝見します。あ、大変だ。どうされましたか？大丈夫です。いや、大丈夫じゃないです。すぐったい。どうしたんですか？面白いジョークを思い出しただけですよ。本当にそうですか？何があるのか見せてください。やっぱり動物を持ち込もうとしたんですね。あれは何ですか？早く逃げよう。どこに逃げたんだ？わかりません。見逃しちゃったよ。カモン。こんにちは、チケットです。確認できました。動物を機内に持ち込むのはいけませんよ。私が金魚の世話をしますからお通りください。離れ離れになるのなんて嫌よ。どうしましょう。あ、そうよ。ちょっとどいてください。早く私を通して。それは何ですか？動物を持ち込むのはいけませんよ。なんてことしたんですか？ああ、ごめんなさい。私の席ね。何これ、ヘビだ。ここはどこ？新しいチャレンジの始まりだね。楽しそうね。私から始めてもいい？何か美味しいものが入ってる予感がするの。ちょっと外れたけど、ポップイットがたくさんある。なんかすごくいい匂いがするな。あ、やっぱり食べ物なのね。ミラ、何してるの？ゴムは食べちゃダメでしょ。これはゴムじゃなくてグミなの。一気に食べたいな。大変だけど私ならできる。ラッキーだね。いいな。そうね、私も食べてみたい。美味しかった。お腹いっぱいだけど。それなら僕たちにちょうだい。勝手にもらっちゃいましょうよ。全部見えてるんだからね。私のポップイットに触れないで、自分で食べるわ。分かったわよ。それなら自分の金庫を開けるわ。何これ、信じられないわ。動いてる。嘘、生きてるミミズなの？ジュリー、最悪だね。僕の金庫じゃなくてよかった。どっか行って。ミラの方に飛んで行ったみたいだよ。ジュリー、なんてことしてくれたの？今すぐどうにかして。落ち着いて、掃除機でどうにかなるわ。見て、ミミズが鼻の下にいるよ。アレックス、笑わないで。ミラ、大丈夫よ、今すぐどうにかする。やめて、私の唇が。すごく楽しかったね。あ、ミラの顔を見て。二人のせいでこうなったのよ。全部アレックスのせいよ。アレックスに邪魔されたの。仕返ししましょう。ジュリー、なんで口の中にミミズを入れたの？これで私たちだって笑えるわ。そういえば金庫開けないの？変な瓶が入ってるよ。なんだろう、味見した方がいいのかな。どう？何かが起こってる気がする。何？ミラ見て、アレックスが小さくなった。かわいいじゃない。アレックス、今机にあげてあげるわ。ミラ、ありがとう。でももうちょっと気をつけて。アレックス、すごく似合ってるわよ。一生このままでいて。いいアイデアだね。おお、ポップイットだ。食べるだけじゃなくて飛ぶこともできるよ。トランポリンよりも楽しいね。アレックス、
ス、何してるの？楽しんでるんだ。やっぱり可愛いわね。この投げキスはみんなに送ったよ。あ、疲れた。もう飛ばないよ。それならさ、ちょっと遊ばない？そんなことしたくないよ。なんですぐに噛むのよ。嫌だって言えばよかったのに。楽しいと思うけどな。楽しいですって？本当の楽しさはこれから始まるのよ。戦いなさい。ジュリー、何をするつもりなの？ミミズと戦えばいいんだね。こんなの簡単にやっつけるさ。今のところは負けてるわね。大丈夫、まだなんとかなる。アレックス、すごいじゃない。勝ってるわよ。くらえ。あと少しで勝てるぞ。あと少し。すごいのね。びっくりよ。そろそろ元に戻らないと。また元の大きさになったのね。そうだよ。私から始めてもいい？いいよ。わあ、見て、新しい iPhone よ。綺麗。からかわないでよ。羨ましいんでしょ？二人は絶対に手に入れられないのよ。アレックス、邪魔しないで。僕にちょうだい。絶対に奪ってみせるからね。二人ともやめなさい。私に貸して。ミラ、何してるの？返してよ。ゲームしてるの。邪魔しないで。僕も遊びたい。私には関係ないわ。なんてことしてくれたの？私の携帯が落ちたじゃない。あ、ごめん。アレックス、私の携帯は？見ない方がいいと思う。ああ、バレたわ。ごめんね、わざとじゃないんだ。喧嘩しないで、私の金庫の中身を見てみましょうよ。なんか変な音がするわね。何が入ってるの？なかなか取り出せないわ。逃げてく感じがする。嘘でしょ？カエルなの？本当に？そんなはずないでしょ。誰かどうにかして。カエルなんか触らないよ。やった、どっか行ったみたいね。今度は私の方に飛んできたわ。あ、本当だ。ヌルヌルしてる、最悪。ジュリー、飲み込むところだったんだけど。そんなにびっくりしなくてもよかったのかもよ。見てよ、かわいいじゃない。もしかしたら王子様なのかもしれないわね。キスしたら変身するのかな。どう？カエルにキスしたの？そうよ、確かめてみたかったの。僕の方には何が入ってるかな。これ何？どうすればいいのかな。かぶってみたら似合うかもよ。ミイラ、気をつけて。またカエルが逃げたよ。あ、見て、カエルがチョコみたいになったよ。あら、本当ね。これ本当にチョコなのよ。おいしい。その帽子の使い方がわかったわ。私だって何を入れればいいか思いついたわ。何してるの？携帯をチョコにしたのよ。いいね。すごく美味しいわ。僕も何かチョコにしたい。でも何もないよ。ジュリー、見て、アレックスがチョコになった。ミラ、何してるの？指をどうするつもり？ダメよ、食べないで。そうね、食べない方がいいと思う。アレックスを元通りにさせるためには帽子を外せばいいんだと思う。ありがとう。今度は僕からね。美味しいものが入ってる予感がするよ。わあ、チョコシェイクだ。美味しそうね。分けてくれる？まずは開けないと。一人では何もできないのね。ここを回さないと。ありがとう。で、それで分けてくれるの？分けるわけないでしょ。自分で飲む。すごく美味しいよ。意地悪ね。手伝ってあげたのに。
クラへ。ジュリー何してるの？僕のシェイクが化けてくれればこうならなかったのよ。なんだよ。今度はミラの番ね。何かまずいものが入ってると思うわ。あー魚だ。どうしよう、こんなの食べたくないわ。早く食べて、臭くて息できないよ。いやよ。分かった、みんなのために食べてあげるわ。気持ち悪い、魚なんか一生食べないわ。まだ残ってるよ、早く食べて。分かった、一気に食べちゃう。すごい、どうやったの？ミア、すごいね。やめて、僕の方に飛んできたよ。面白かったじゃない。面白くないよ、金庫を開けて。キャンディーが一つしかないわ。どうすればいいのかな。食べちゃおう。おいしいけどこんなのじゃ満足できないわ。変なおやつね。そうだね。あれ、なにこれ。顔がキャンディーだらけだよ。でもよ、すごい、魔法のキャンディーだったのね。見て、とってもとっても新しいキャンディーが出てくるわ。僕も食べてみていい？おいしいね。見て、僕の方にもキャンディーが出てきた。すごい、気に入ったわ。ミラも食べたい？いやだ、おかしいわね。やった、新しい金庫だ。開ける準備はできてるわ。あ、ヌテラが入ってる。そうね、すごく大きいわ。ラッキー。ジュリー、気をつけて。あ、痛い。二人ともごめんね、今はヌテラに集中したいの。早く食べてみたいな。見てよ、すごく美味しい。僕も食べてみたいな。やった、少し食べられる。私のヌテラに手を出さないで、誰にも渡さないんだからね。ジュリー、汚いわよ。だから何？あ、私の手が。今すぐ助けてあげないと。アレックス、引っ張って。こんなの嫌よ。引っ張ってるよ、抜けない。助けて、転んじゃうわ。引っ張ってって頼んだのはジュリーでしょ。やった、ヌテラゲット。私は大丈夫よ。そんなの興味ないよ。なんで私のヌテラを食べてるの。まだ残っててよかった。そろそろ私も開けるわ。ああ、最悪、カビチーズよ。早く食べて、そうすれば臭くならないよ。手伝った方が良さそうだね。やめてよ、自分でできたのに。でもいい感じじゃない。ほとんど食べ終わってるね。どうやったの。あと少しで吐いちゃいそうよ。吐かなくてよかった、残るのは僕の金庫だね。あ、ブラックホールよ。チュッパチャプスが1本しかないわ。こんなの嫌だ。僕はラッキー、やった。アレックス、私の方を見なさいよ。ラッキーなのは私よ。わー、すごいね、こんなにたくさんあるなんて信じられないよ。ジュリーから始めてもいいわよ。分かったわ、まずは包装紙を外さないと。あんまりうまくいってないみたいね。諦めないわ。笑わないでよ。あ、チュッパチャプスを壊しちゃった。そんなことがありえるんだね。大切なのはこれでも食べられるってことよ。あー、美味しい、最高。早かったわね。次はアレックスの番よ。やった、ちょうどお腹空いてるんだよね。見て、包装紙を簡単に外したよ。すごいわね、見習わないと。今からある挑戦をするよ。一気に食べる。アレックス、何をするつもりなの。怖がらないで。
飴を細かく刻みたいだけだから。見て、できた。僕って強いな。もうやめて、怖いわ。もう終わったよ。あとは飴をお皿に移すだけ。すごいたくさんあるわね。すごいじゃない。僕は一本のチュッパチャプスを残したよ。これはもちろんわざとやったことさ。飴をトッピングにしてチュッパチャプスを舐めることができるんだよ。あー、すぐに終わっちゃった。残ったトッピングは口の中に流し込もう。これでも美味しいね。もっともっと食べたい。こぼれてるわよ。今度はミラの番だよ。掃除機が必要なの。早く止めて。あ、ごめん、二人の方に向かせるつもりはなかったの。包装紙を飛ばしたかったの。いいね。私も気に入ったわ。これでチュッパチャプスが食べられる。どうやってそんなに入れてるの？すごいね。でも嫌な予感がするよ。わ、アレックスの言う通りね。詰まったわ。どうしましょう。仕方ないね。手伝ってあげるよ。踏ん張ってね。気をつけて、痛いわ。え、これは何？ミラの歯だ。恐ろしいね。大丈夫、元に戻したわ。これは何？小さすぎてよく見えないわ。トウモロコシの種かな。そうっぽいね。僕のところにはいくつかあるよ。匂いがしないね。二人ともまだわからないの？ポップコーンを作ればいいのよ。作り方なんかわからないわ。どうしましょう。あ、いいこと考えた。食べちゃうわ。あー、無理。そうね、ヘアアイロンが使える。ヘアアイロンでポップコーンができるはずよ。どう？できそう？長いわね。待ってる間に遊びましょう。あとは寝て。そうね、時間がかかりすぎたわ。できた、やった。見て、かわいいでしょ。すごい、できるって信じてたわよ。努力した甲斐があればいいんだけど。やった、美味しいわ。次はアレックスね。僕の量だとヘアアイロンは使えないと思う。普通のアイロンでどうにかなるかな。本当にできるかな。ミラの時だって初めは信じなかったでしょう。あ、できた。早くできたよ。びっくりよ。やけどしちゃった。熱いよ。おバカさんなのね。ポップコーンで痛みを紛らわせたいな。やったー、すごく美味しくできたよ。こんなにたくさんどうやって作ればいいのかな。あ、わかったわ。何それ？ポップコーンメーカーよ。見たことないの？使い方を教えてあげるわ。まずは種を中に入れるの。わお。そうそう、これだけよ。見て、できた。ポップコーンの完成よ。すごいね、そんな機械があったんだ。もっと種を足してもいいと思うわ。これじゃあ少ないもんね。見て、いいじゃない。やった、机がポップコーンまみれだよ。残りはあと少しだから全部作っちゃうわ。あれ、なんかおかしいんじゃない。これでいいのよ。ザリガニ？怖いわ。触るのだって嫌なんだけど。一匹でよかったじゃない。私のお皿を見て。でもザリガニって危なくないと思うわ。そうかな。こんなにたくさんどうやって食べればいいんだろう。ミラから始めて。アレックス、それでも友達って言えるの？思ったよりもまずくないわよ。本当？へえ、気に入ったわ。丸ごと食べられる。おいしい。こんなに気に入るとは思わなかったわ。僕だってびっくりしてるよ。おいしかったわ。ミラ、歯を磨いた方がいいと思うよ。あら、ごめんなさい。
大丈夫よ。 OK。 私も簡単に食べれたらいいんだけどな。まずは味見してみるわ。おかしいわね。動いてるのかな。他のザリガニを食べるわ。まずは余計なものとおさらばするの。ジュリー、何してるの？何よ。ザリガニを食べられるようにしただけよ。何してんだよ。こっちを見て。ごめんね、わざとじゃないの。分かったから早く。あら、本当に美味しいのね。わお。アレックスよりも量が少なくて残念だわ。もっと食べたかったのに。またお腹空いちゃった。残念だけど私たちはもう何も食べれないわ。次はアレックスの番ね。二人が美味しそうに食べるから僕も食べたくなったよ。おお、本当に美味しいね。少し食べてもいい？ダメだよ、もう食べたんでしょ。一匹だけでもいいからちょうだい。やめて、分けないって言ったでしょ。邪魔しないでよ。美味しい。お願い、すごくお腹空いたの。これぐらいでいい？面白くないわよ、欲張り。覚えとくからね。そんなに怒らないでよ、ただのジョークなんだから。あ、生きてるザリガニだ、怖いよ。なんでこんなところにいるの？大丈夫？助けて、僕の指が。何とかしてよ。私の方に投げないで。痛いよ。欲張りだからそうなったのよ。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの？怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い。もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て、丸い形をしてるでしょ。私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの。ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって？サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば二つの三角になるわ。ごめんね、アレックス。でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。美味しい。アレックス、残念ね。あれ？逆に良かったわ。アーサム！え？何かおかしいわ。え？どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの？助けて！火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。
私が飲んだのは何だったの？あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。リータはチップス、私は？あ、美味しいものが当たるといいな。ドッグフードって、僕は犬じゃないのにこんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの、真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法を思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシー、スプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう、本当に食べやすいわ。アッサム。残念、これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね、くらえ。外れよ、いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい、完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね、大好きなのよ。私もよ、だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな、どうして空っぽなの。チップスはどこ。大変だわ、誰の仕業なの。チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ、匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい。ちゃんと食べなさい、見てみてよ、まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪、まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ、これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ、動かないでね。必ず入れるわよ。えい、どう、おいしい。これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの。本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの、私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな。見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ、お寿司は大好きだ。私もよ、チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい、もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ、私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ、一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった、恥ずかしいわ。気にしないで、これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか、食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？いやだ、それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、いやだ、まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはリータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの。そうよ、レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。あ、ごめんアレックス、
でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。ああ、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番美味しいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？美味しい？もうからかわないでよ。本当に辛いのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。